近くで。もう終わったよ。今取り行こうかと思ったんですけど。もう終わった終わった。あ、チョルマンよ。何してたんですか。門に門の格子があるでしょ。はい。格子の間に木を入れて、こう目隠ししたのよ。バルバルよ。ね、どんどん進んどるよ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はまたすごいものが完成してますが。できたね、ウッドデッキ。まあまだ途中ですけど、ここのウッドデッキだけじゃちょっと狭すぎたのよ。で、お客さんがね、結構狭い感じでちょっとかわいそうだなと思ったのでね、増築しましたよ、ウッドデッキを。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。でここで木を囲んで、みんなでこうすれば素晴らしく雰囲気のいいキャンプになるんじゃないかと。もうもはやキャンプ場じゃなくなってるっていう噂もありますからね。最近あの料理作るのも電化製品を入手して見る。もうね、キャンプ場じゃないから。すごいよ。はい、じゃあ買いました。じゃあ、プロチナアズガマ。そしてこれ、これなんていうんだっけ、 IH。 すごいでしょ。もうもはや火に頼らない、電気でいくっていうね。でね、朝いつもお湯沸かすのに時間かかるから、はい、ティファール。もうこれで無敵です。もうね、言うことないよ。で、今回はこれを作ったのよ。じゃじゃーん。すごいでしょ。このキャンプ場は皆さんいいですか。エンロージヘア。せーの、エンロージヘア。エンロージヘルでございます。OK? 広い丘ということですね。いいじゃないですか。これ見て。これ遠くから見たらいいよ。ほら。素晴らしいじゃん。ちょっとこう、風に消してみましょうか。ちょっとやってみようよ。どんな感じになるのかっていうことをね。ほら。いいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。どうなの。で、こうですよ。こうよ。さあ、どうですか。いいんじゃないの。だいぶ広くなったよね。あの椅子も下ろしてますよ。で、これに単管に交換にまたこう、これにライトをつけていくと、あっちみたいにね、こう入っていく、入ってきて、ここでご飯食べたり料理して夜を過ごすと、お酒飲んでかかって。
カーテンの中が何も見えません。久々に見たよ、このカーテンつけとるやつ。さあ、なんかこれ転がるのにこれいらへんだろ。なにこれ。オーヤンキーがつけとったやつやん、これ昔。で、この右側は全部うちの山ですよ、これが。ここから全部、カーテン何も見ませんけど、これ全部、ここが今木植えてるんですよね。で、この上に今麦畑作ってますね、麦を作ってます。これね、麦。ちょっと見ていきましょう。ここから毒います。僕の車なんて、ここで、ちょっとね、いわゆるあっちはもうキャンプ場というか、グルキャン的なね、グループキャンプとかするのは今のところでいいと思う。だからソロキャンプとか、いわゆるブッシュクラフト的な、ブッシュクラフトまでマニアックじゃないけど、ちょっと自分たちでもほんとこう地べたに座ってみたいな、なんかああいう感じでやるんだったら、こことかこっち使ってもいいかなと。これも今から全部もう茂みをこうフラットにしていきますんで、ね、相当すごいことになっていきますよ。まだ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 。ちょうど見て、野生の桜を見つけましたよ。この桜、これを見ながらお花も。やる気になっちゃうんだよ、野江さん。必死になってから。雰囲気やろ。あそこでハンモックできる。下の方がちゃん。相当いいと思う。この2本の間。そう。ここでハンモック。ここちょっとフラッね整地したら。はい。全然やろ。芝引いちゃう。面白いと思うよ。面白いと思いますけど。大変かね。広すぎて。わやか。何がいいと思う逆に。土じゃ変じゃん。草がね、栄養ぐらい生えてくれればいいんやけど。あ、そんなにうまい具合にはいかんってな。ここジャングルだったんだよ、さっきまで。バッチリやな。よし。ということで、こんな感じですよ。こうやってどん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 作っていくと。今コロナの影響でやっぱアウトドアがすごい流行ってみたよ。外で過ごして、人にね、人混みに行かなくていいってことでキャンプ場がすごい流行ってるみたい。おはようございます。おはよう。じゃあぬりぬりよ。やれやれよ。やれやれのぬりぬりよ。これをしとかんと腐るんですよね、木が。ちゃんとね、塗らねえけんね、やっぱ1年に1回ぐらいは。これを前僕の家でウッドデッキをずっと塗ってなかったら10年ぐらいで腐るね。鋼管を使って基礎を打ってるんで、上の板が腐ってもそこだけ変えればいいということになっておりますよ。やっぱり失敗をしてね、人間っていうのはね、学んでいくもんですよ。マグロ。我々人類というのはやっぱりね、何かから学ぶっていうのは成功じゃないんだよね。失敗から学ぶ、これが人間として一番必要なことだね。君に分かるかな。これね、ここ見てくれ、この俺のカスタムを。これだけでね、こうやってやってるともう腰がめげるからね。これ網よ、虫取り網の。虫取り網の壊れた層を使ってね。やっぱ人間では考えなきゃダメなのね、これね。僕の使ってるのめちゃめちゃ短いんですけど。それだ、腰投げるで。これで楽勝やろ。